どうも、南浩一です。このチャンネルではですね、サッカーの解説、それから千葉大高校のですね、生徒たちのインタビューなどをお送りしてますけどもね、今日は校長トークということで、久しぶりに私が本などを読んで感じたこと、学んだことをですね、お伝えしていきたいと思います。今日参考にした本です。この本です。中谷明宏さんが書いたファーストクラスに乗る人の自己投資という本を参考にしました。この著者のですね、中谷明宏さんの本、私もね、たくさん読んでますけども、とてもね、読みやすいです。文体が読みやすいし、文字数もですね、そんなに多くないので、まだ読書に慣れてない人、特に若い人たちにね、ぜひ読んでほしい作者さんですので、ぜひ皆さんも、ね、読んでみてください。今日この本を読んでですね、私の生活を見直してみました。自己投資という側面で。で、今自分はどういう自己投資をしているかなと思った時に考えたことを今日はお話していきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。まず今私が自己投資って言われて最初に思いつくのがこれです。読書です。300冊の読書というふうにさせていただきました。300という数字ですね、少し意味がありまして、今ですね、私読書、ここにもちょっと本棚がねちらっと見えてますけども、読んだ本をずっと置いてますけども、私が本格的に、ね、読書を始めたのは校長になってからです。それまでは、ね、なかなか読書する時間もね、余裕もなくてですね、ですので今5年目っていうところですけど、先日ですね、数えてみたら約400冊読んでました。で、この300という数字はですね、今それからです、最近ぐっと、ペースアップしてますので、この4月からの1年間で読みたい冊数が300冊というのが一つ。それともう一つ、300冊を読むとですね、自然となんか自分が表現したいことが言葉でこう湧き出てくるというふうに言われています。で、この300冊を突破したぐらいで私が新しく始めたこと、これが2つ目の自己投資。1日1本のブログの執筆ですね。このブログの執筆を始めました。で、この300冊の読書ということが非常にですね、このブログの執筆に大きく意味を持ったんですね。そしてもう一つ私がやっていること、それはこれですね、 YouTube の発信。このブログのですね、執筆はやり始めたのがですね、今年ですから2021年の5月の17日に始めました。で、1日1本ずつ今書いてますので、現在のですね、本数が何本でしたかね、まあこれから1日1日です。約60ぐらいですかね、60本ぐらい今書いています。そして YouTube の発信はですね、いつ始めたかと言いますと、2020年の2月ですので、もう一応今、2年ぐらい経過して、2年近くにもうすぐなりますので、これで、1年とちょっとですね、現在約200本の YouTube 動画を発信しました。で、もちろんですね、今日もそうですけども、この YouTube 動画にも、この300冊の読書というのは大きく寄与しています。で、この読書をしたことがですね、こう寄与してますし、また、このブログ書いたこととか、YouTube で発信したことは自分の中にアウトプットすることによって、蓄積していって、また新しい読書の意欲にもつながっています。そして、YouTube で発信したことと、ブログで書いたこと、これリンクさせることもよくありますので、ここにも行きます。つまりこの3つはこう循環していくんですね。この3つは循環をしていきます。で、この3つが循環していくことによって、これがこの後の私の何につながるかというと、これが実はありますかね、全てが入ってますかね、未来の自分への自己投資ということになっていきます。私のですね、まあ、今高校の校長してますけども、校長のですね、生活も当然そのうち退職する時が来ます。その退職する以降に自分がやりたいこと、夢や目標、そういったことへ向けてのですね、自己投資というふうにこの3つ全てがなっています。もちろん読書するためには、あるいは YouTube 発信するためには、ブログを書くためには時間がかかります。そして読書するために本を買わなくちゃいけません。今ですね、1週間に、まあ最低7冊ぐらいを読むようにしてますので、1回買いに行くと、まあ、7、8冊の本を買います。お金もかかります。ただそれは必ず未来の自分への自己投資ということで、未来の自分が
さらに楽しく生活をしていくためになっている。おそらく未来に何かが自分に返ってくるというふうに思っています。ともう一つ自己投資するときのポイント、これがですね、投資をしているということで、なんて言いますかね、苦になる。これが努力と、よくですね、いろんな人に、先生すごいですね、努力してますねと言われてます。でも私自身はですね、あまりこの努力というふうに感じていません。なぜならば、本を読むこと、ブログを書くこと、 YouTube 発信すること、全部楽しいんです。楽しいのでワクワクしながらやってます。なので全然努力とは感じてません。自分は投資してるんだということをですね、いつもいつも意識して努力しながら、苦労しながら、無理してやりながらする自己投資はあまり役に立ってないということを、このことに本にも書いてありました。自己投資というふうには、日頃はほとんど意識せずに無意識のうちにやって積み重なっていくものが本当の自己投資になっているんですよと中谷さんも言ってました。私もそんな気がします。私はですね、今こういったことを始めて、本を読み始めて5年、 YouTube し始めて2年、ブログを書き始めてまだ2ヶ月ですけども、ぜひですね、これを見ている若者の皆さん、まずは本を読むこと、本を読むことと、もちろんですね、お金もかかるし時間もかかるけど、必ずですね、後々の自分の自己投資になっていきます。ここからでもぜひ始めてみてほしいなというふうに思います。今日のお話はここまでです。少しは皆さんの役に立ったでしょうか。ではまたこのチャンネルでお会いしましょう。またねー。